前世の記憶は誰にだってある。ちょっと記憶の扉を開くだけで、思い出せるかもしれない。今回はそんな前世の記憶と、死後の世界の記憶を持った、ヌッシが体験した記憶の扉を開いてみましょう。あなたは前世を信じますか？前世の記憶と、死後の世界の記憶を持って転生してきたんだが、前世の記憶と、死後の記憶があるというヌッシ。小さい頃からデジャブを頻繁に感じることが多くて、3年前の43歳の時に、前世の記憶を完全に思い出したんだって。前世は女性で、1959年生まれだったらしく、根性で住んでいる近所の団地に住んでいた。つまり、前世のまま生きていると、2022年現在は63歳である。ヌッシは今46歳ということなので、前世は若くして亡くなったことが伺えます。前世がなぜ1959年生まれだったとわかったのか？それは、3歳くらいの時に、東京の国立西洋美術館で、ピカソ・ゲルニカ展を見に行った記憶があるんだって。確かに、国立西洋美術館のホームページの過去の展覧会を見てみると、1962年11月3日から約1ヶ月半、ピカソ・ゲルニカ展が開催されていた記録が確認できました。前世の初めての記憶は、生後半年も経っていなかった頃に、ベビーベッドの中で立ち上がった記憶。定型発達時では、生後半年って寝返りできるかどうかくらいだから、捕まり立ちだったとしてもかなり早熟だと思う。おっぺっぴーの主観だけど、前世の記憶持ってる人って、早熟じゃないですか？前世の記憶を話すようになるのが、子供の時だっていうエピソードが多い気がします。例えば、シリアのゴラン高原付近にある村に住んでいた、男性のケース。この男性は、近所の男に斧で殺され、地面に埋められてしまいました。殺された男性は、すぐに他の家庭に男の子として生まれ変わり、3年の月日が経過しました。生まれ変わった男の子は、自分が殺された記憶を持っており、その知識を活かして、大人たちと現地に向かいます。大人たちは半信半疑でしたが、自分が住んでいた家やその様子、自分を殺した、見覚えのある男も発見するなど、徐々に子供の作り話ではないような感じになってきます。男の子の指示を受けて地面を掘ったところ、そこには殺された男性の骨が埋められていました。男性は、近所の男の子に生まれ変わることで、自分の亡骸を発見し、犯人を見つけ出したのです。もしかすると、前世で何らかの目的を持って生まれると、その目的を達成しようとするあまり、運動面や知能面で早熟になったりするのでは、と何の根拠もない感想を言ってみました。話は戻って、ヌッシには他にも前世の記憶がたくさん残っていました。家族と旅行に行ったり、子供だけで和歌山の自然の家で過ごしたり、しかし、4歳の時に、ヌッシの前世は突然幕を下ろします。一人で家を出てはいけない、そう母親に言われていましたが、遊びたいという強い気持ちを抑えられなかったのでしょう。外へ出て砂遊びをしていると、道路にボールが転がっていったのが見えました。子供って脊髄反射でボールを追いかけますよね。道路へ飛び出た瞬間、軽トラックと衝突。4歳という短い生涯を終えました。不思議なことに、死んだ後も意識はあったそうです。しかし、大きな声を出しても、母とおばあちゃんの耳には届きませんでした。ヌッシの遺体の前で、母とおばあちゃんはずっとずっと泣いていたそうです。声が届かないため、諦めて外へ出てみると、なんだかいつもの景色が薄暗い灰色に見えました。とぼとぼと歩いていると、知らないおじさんがヌッシの方に走ってきます。死んだのか？おじさんのことが見える？そんな話をしていると、薄暗い景色がパーッと明るくなって、空から二人、人が降りてきました。懐かしい気がする、おじいさんのような、親戚のような、ヌッシの手を取り、一緒に空に登っていきました。次の瞬間には、キラキラ光る海に囲まれた、綺麗な山にいました。山道には人がいっぱいで、赤い鳥居が頂上まで並んでいました。懐かしい気がする二人とヌッシは、たくさんの人と一緒に頂上を目指して登ることとなります。幻想的な美しい景色だったと言います。頂上には社務所のような神殿があって、中には巫女さんのような女性がいました。巫女さんは、ヌッシの頭を撫でて、次の人生はどんなのがいい？そう聞いてきました。ヌッシは、お母さんのそばがいいと答えたそうです。巫女さんは困った顔をして、もう一度、次の人生はどんなのがいい？と聞いてきたので、ヌッシは意固地になって、お母さんのそばがいい、と強めに言った瞬間、足元がなくなり、地面に落ちていくような感覚に襲われました。下を見てみると、そこには青い星、地球がありました。地球に向かってゆっくりと落ちていく。気がつくと、前世の母の家の近くに、根性の男性として生まれていました。1974年、前世で亡くなってから、11年の月日が流れていました。あの世と思わしき景色の中では、そんなに長い月日を過ごしたような実感はなかったそうです。こうした体験から、ヌッシはあちらの世界が真の世界であって、我々が住んでいるこの世界は、
仮想世界だと思うって、結論付けているんだ。でも、この仮想世界のログアウト方法が、死、であるのはおかしいって。お母さんには会ってるの？会う勇気がなくて会ってないんだって。会いたいし、前世の母親だったってことを確かめたいけど、46歳のおじさんが、前世はあなたの娘でしたって言ったら、警察呼ばれるんじゃないかって心配してるんだ。母親が生きているとしたら80歳以上、時間は少ないのにね。巫女みたいな人はどんな存在だと思った？神？AI の管理者みたいに感じたんだって。これは、この世が仮想世界と思ってるバイアスも働いているのかな。でも、神じゃなくて管理者っていう単語は、なんだか興味深いな。前世の記憶はどうやって蘇ったの？前世の記憶はずっと持っていたけど、自分の幼い記憶と勘違いしていた。根性の記憶との食い違いが多くて、少しずつ記憶の扉を開いていった感じだったんだって。だから、誰でも意識すれば、思い出せるんじゃないかって。小さい頃の記憶、だいたい1歳くらいの記憶までを、完全に思い出せるまで頑張ると、違う人生の記憶が混じっていることに気づくはずなんだって。おっぺっぴー子供の頃、夢の中で自分の家の壁に、100人一首に出てくるような女性が映る夢を、何日か連続で見たことがあるんだよね。ちょろっと調べたら、その家の近くに、室町時代に建てられたお城があったんだ。ネットで調べても、写真もほとんど出てなくて、城跡もほとんど残ってないようなお城。そこのお姫様だったりして、とか勝手に妄想してる。自分の前世は、そこで何かあったのかなとか、臨死体験ガチ調査税のうっぺっぴーとしては、死後の世界っていうのは、証明が難しいと思ってる。でも、前世の記憶を頼りに不思議なことが起こるってケースは、ぼちぼちと報告されていると思うんだ。これが全部嘘でした、だったらショックだけど、輪廻転生を信じない、キリスト教の人はどうなんだろうか。その人の根性の考えに左右されるのだったとしたら、妄想の枠を超えない気がするなぁ。みんなはどう思いますか？死後の世界、前世の記憶、輪廻転生、そういったものが本当にあると思いますか？それでは皆さん、まったねぇ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、いつもありがとうございます。死後の世界であったらその時は、本当にあったねぇと、笑いながらドデカミン飲みましょう。